はい、皆さんこんにちは、マダリケルフィッシュです。では今回は大戦略大東亜攻防シスリー日本軍プレイ続きを、やっていきたいと思います。前回はですね、ドーバー海峡、ここの攻防戦を行って日独伊、いわゆる枢軸三国同盟、これの空軍とイギリス軍の空軍が、航空決戦を行ってイギリス軍を撃破したというところまでプレイをしてきました。今回はその続きとして A 本土爆撃をプレイしていきたいと思います。編成はこの後マップでご紹介しますので、先に作戦を開始していきます。イギリス軍も前線したが、日独伊軍の戦力差に屈しつつあり、航続距離の長い日本軍戦闘機による護衛付きで本土爆撃が発令された。はい、ということで A 本土爆撃になります。まずマップからですね、確認をしていきたいと思います。イギリス軍なんですけども、これを見る限りですね、どうやらここも敵の根拠地みたいなものはなさそうなので、全部隊壊滅が条件になりそうです。なので全ての港と全ての飛行場、これの占領をまず必須として行っていきたいと思います。味方ですが、前回と同様イタリア軍、ドイツ軍とともに出撃となります。すでにイタリア軍、ドイツ軍は展開済みですね。ドイツ軍 U ボート、あとは駆逐艦、それに戦闘機ついてますね。イタリア軍も同じような編成になっています。で、我々日本軍の編成なんですけども、まずはですね、飛燕2型の海、これを新しく戦線に投入しました。どんなスペックかというと、こんなスペックになってます。燃料が90と少し乏しいので、これはですね、主に海上で敵の艦隊、あるいはその艦隊の直撃機を叩くための機体として使っていきたいと思っています。で、あと変わらずですね、闘竜、これは使っていきます。複座式の戦闘機ですね。そして敵に大ダメージを与えるための新山、これは前回も大活躍してくれましたね。雷槍、つまり魚雷か、それとも陸上を主に攻撃する爆弾を積む爆装かというところなんですけども、一旦はですね、雷槍を、した上で出撃していきたいと思います。状況に合わせて爆装に変えます。あとは冷戦32型、これはね、航続距離そんなに長くはないんですけども、数があるので、数で押し切っていくために32型、前回に引き続き使っていきます。あとは攻撃機ですね、これは敵の艦隊艦船見つけたら魚雷攻撃を仕掛けてもらいましょう。で、前回に続いてですね、大きく変更した追加した点としては銀河、これを追加しています。銀河もね、大型の爆撃機になってますので、敵見つけ次第ですね、爆弾を落としていってもらおうというふうに思います。それと敵の潜水艦対策として飛行艇ですね、これも3ユニットほど用意してあります。では、これで出撃していきましょう。では、まず日本軍ですけども、海軍を展開しました。双流型の空母ですね。これ3隻です。護衛として天竜型の駆逐艦と、あと、潜水艦を1隻つけてあります。このターンですね、残念ながら、天候が悪くて、空軍、つまり航空機になりますけども、これの発艦ができない状態なので、一旦これで送っていきましょう。敵の出方を伺っていきます。では敵もですね、航空隊出してきてますね。艦隊もいます。強力そうですね。これしっかり仕留めていきましょう。まずは予定通りですね、敵の航空機に対しては飛燕で当たっていきましょう。確実に撃破を重ねていきます。とにかく空母がやられないように、安全にイギリス本土の方にね、向かっていきたいので。あと空母、これはね、艦上戦闘機、冷戦もそうですけども、艦上の攻撃機も含めてですね、その中継拠点となってくれるユニットになってますので、絶対に空母がやられないように
に敵の航空機を潰していきましょう。今回もね、航空戦力は十分に数は用意してありますので、まあ、多少被害が出たとしてもですね、敵より先に航空機を全部潰していくっていうね、そういう動きをしていきたいと思います。ここまで順調ですね。あとはどうだろう、イタリア軍、イギリス軍もちょっと援護してあげましょう。やられる前にね、やる。特にイタリア軍、ドイツ軍が先に脱落してしまうと、それをそれでね、戦力的に落ちてはきてしまいますので、確実に敵を、まあ、叩いて味方をね、結果的に助けるっていう動きもしていきます。では敵の戦闘機と航空戦を行っていきましょう。敵の艦隊発見しましたね。この艦隊と勝負するために魚雷を積んだ新山をまずは展開しましょう。次のターンで新山の射程に収めたいですよね。攻撃機ももう発艦させておいてもいいかもしれないな。ちょっと難しい判断にはなると思うんですけど、まあ、敵の艦隊まだまだ元気いっぱい、数も多いので、これを仕留めていくには艦砲を出して魚雷攻撃で数を減らしていきましょう。まあ、そのためにも敵の戦闘機は排除しておきたいですよね。敵は艦隊特攻をかけてきましたね。艦隊ごと特攻をかけてくるので味方の損害も大きいですが、逆に敵の艦隊射程に収められそうなので、次で魚雷攻撃を行って粉砕していきましょう。敵の艦隊をね、潰しておきたいところです。艦上爆撃機、艦上攻撃機、それに新山の魚雷攻撃ですね。これで大ダメージを狙っていきます。まずは仕留めていきたい相手をちゃんと見極めていきましょう。敵の直撃機を削って進路を開いたら、そこに攻撃機を送り込んでいきます。ここまず魚雷迎撃、ウガンダ型、これ撃沈できるかな。敵空母もいたようなので、その空母もね、仕留めたいんですよね。あと新山は敵の戦闘機に対して脆弱、脆いので、まあ、新山が進出したらそこをですね、しっかり戦闘機で防御してあげる、まあ、そういう動きもね、ちょっと入れていってあげる必要があるのかなと思ってます。バンガード型、これは巡洋艦かな、これも撃沈しちゃいましょう。艦上攻撃機新山、これを使って敵の艦隊に今攻撃を仕掛けています。もうちょっと楽なステージになるのかななんて勝手に思ってたんですけど、とんでもない、敵は艦隊を集結させて艦隊決戦を挑んできてる、まあ、そういう構図になってますよね。では敵の直撃機はほぼ削り切りましたかね、見えない状態になっています。ただ攻撃機、こちらも攻撃を終えてしまった状態なので、あとはですね、友軍、ドイツ軍、イタリア軍に任せつつ残っている銀河で敵に攻撃を仕掛けていきたいと思います。ここにいるコロッサス型の空母、これだけでも撃沈しておきたいな。ま、仮に味方に被害が広がったとしても、コロッサス型を撃沈しておきましょう。これどこまで削り切れるかでだいぶね、変わってきますからね。うん、潜水艦がコロッサス型と差し違える形で仕留めてくれましたね。被害は出てしまいましたけど、まあまあこれは仕方なしと割り切りましょう。大丈夫だ。
いや、こうやって敵に攻撃を仕掛けていると、いかに攻撃機が、まあ、その敵の攻撃にね、さらされるものかっていうのがよくわかりますね。まあ、実際そのやっぱり攻撃機が、未帰還になる確率がやっぱり一番多かったようなんですけども、ここでもやっぱり敵に攻撃を仕掛けるこの攻撃機が一番被害出ていますね。さあ、味方にも被害出てますが、イタリア軍ドイツ軍との共同戦線を張ることによって敵の海軍ほぼ壊滅させることができつつありますね、今で。残っている部隊も新山の魚雷攻撃で仕留めていきましょう。今のところやっぱり新山の魚雷かなり効果的ですよね。効いてますね。これでまずは少なくてもね、見えている敵の艦隊は完全に壊滅させることができたと言える状態になってきましたので、ここから進軍をしていきましょう。ではドーバー海峡を渡ってですね、イギリス本土 A 本土に攻撃を仕掛けていきたいと思います。先行するのはとはいえですね、イタリア軍ドイツ軍が先行してますので、一旦それにねついていくっていう形にしたいと思います。さらに陸戦隊を積んだ第8、これ揚陸艦ですね、これも4ユニット出していきます。で、各ユニットには3つの歩兵を積んでますので、4隻 ×3 で12ユニット出していきます。あとですね、まあ、これは前回と同じ作戦になりますけども、輸送機2機出してまして、ここにも3ユニットずつ歩兵を乗せてます。これで A 本土上陸を狙っていきましょう。で、先行させるのは相も変わらずイギリス軍に対してはドイツ軍とイタリア軍を前面に出していきます。決戦兵力として日本軍は温存しましょう。では空母も進出させていきます。それに合わせてですね、戦闘機部隊も出していきましょう。偵察機を飛ばせていないのでちょっと不安はあるんですけども、先に戦闘機を飛ばしていっちゃいましょう。余力があるときに、あとは冷戦、まあ、艦上戦闘機のですね、エネルギーの補給も済ませておきます。敵がちょっとずつまた出てきてますね。潜水艦もいるし、海軍基地やっぱり早めに潰したいですね。ただこれを占領するのか破壊するのか、破壊した場合はね、味方が使えなくなってしまうので、できれば占領という形を取りたいんですけども、部隊がどれくらいで到着できるかですね。占領するには歩兵を送り込む必要があるので、その歩兵がいつたどり着けるかというところになってこようかと思います。敵がいるな。ちょっとここもね怖いですけど、前に進んでいきましょう。遭遇戦になるとね、どうしてもダメージが増えてしまうので怖い部分が出てくるんですけども、まあちょっとここはもう恐れずにいきます。これで今見えている敵の、空軍は全部潰しましたね。そしたら輸送機飛ばしましょう。で、こっからですね、空挺させます。占領、飛行場と、そしてもう一つ、ここは海軍の基地ですね。ここにも空挺をかけて占領にかかりましょう。で、その間にですね、ここにいるグランパス型、エクゼター型、これ撃沈したいと思います。ただ、こちらは潜水艦になってると思うので、この潜水艦をどう叩くかというと、飛空艇をね、派遣しなきゃいけないんですけども、その飛空艇がちょっとまだ後方にいるっていう状態ですね。それと、ここにも港ありますので、こっちの港にも輸送機飛ばします。で、ここもですね、空挺を仕掛けていきましょう。占領する。で、
占領中の歩兵部隊がダメージを受けるとまずいので、ここを囲んでしまいたいんですけども、それよりも先に敵の艦隊を叩きましょう。魚雷攻撃です。まだ艦攻残ってますからね。これでエグゼター型駆逐艦かな、これを撃破しています。これがグランパス型の潜水艦ですね。これを今仕留める術が持ってないので、なんとかイギリス軍、あるいはドイツ軍に任せたいところですね。占領は続けます。これで港の占領ができましたね。この空軍基地、これ最優先で占領したいので占領続けます。あとは軍港も占領します。ちょっとダメージ出てきているのは敵の、航空機から攻撃を受けたものによるところですね。ここまで順調に来てますね。占領は、さらに地域を増やしていきましょう。大都市の占領を進めればそれだけ味方の資源が増えますからね。ここの航空基地の占領もこれで完了です。これだけのもの今回露獲してます。で、そしたらですね、早速特に足の短い冷戦の32型なんかはここで一度補給開始しましょう。無駄に墜落してしまうのを避けるという意図ですね。しかも結構ですね、我々が占領したんですけども、イタリア軍ドイツ軍が我が物顔で使ったりするので、まあ、それを避けたいという意図もあります。この海軍基地も占領完了です。危なかったな、潜水艦を生産してましたね。これ捕獲できたのは大きいと思います。ではさらにこの奥地へと進行していきましょう。ラムズゲート、ここも海軍基地になってますね。この海軍基地、あとここにも海軍基地、ここに2つ飛行場も見えますので、これらをまずは占領ですね。奥地には特に基地はないので、あと2つの空軍基地、2つの海軍基地、これの占領を進めていきましょう。まあ、着々とですね、ダイハツも近づいていますので、ダイハツを使ってここは占領作戦を進めていきましょう。なんとかですね、小さい揚陸艇ではありますけども、対岸ドーバー海峡にたどり着けそうです。では進めていきましょう。最後の敵の海軍基地も占領しました。残っているのがですね、ここにある飛行場だけですね。あと今視認できているのが、ここに潜水艦が1隻いますので、この潜水艦を撃沈すれば、全ユニット撃破になるんじゃないかなと思っていますので、ちょっとこれは試しに撃沈して結果を見てみたいと思います。はい、A ポンド爆撃完了しました。最後ね、残っていた部隊というのは基地に収容されていたので、その基地を占領したことによって全機撃破という形で、この A ポンド爆撃攻略になっています。まあ2等なんで悪くない結果ですね。はい、ではですね、次回はアシカ作戦、これちょっと初めて見る内容になるんですけども、A 本土爆撃により、まあ、つまり今見ていただいたステージですね。これによってイギリスの抗戦力は急激に低下。都市部に残る戦力に頼るしかない状況まで追い込んだ。日独伊軍は好機と捉え、ついに上陸作戦が発令された。まあ、実際には先ほどかなり上陸部隊を送り込んで上陸しているんですけども、シナリオ的にはここからですね、実際の上陸作戦ということになるようなので、次回はですね、イギリス軍を降伏に追い込む、アシカ作戦頑張っていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきます。